こんにちは、 We Like Stones の清水です。今日ですね、僕が皆さんに紹介したいのはちょっとまたねマニアックな水晶になっちゃうんですけど、こちらですね。これ全部そうなんですけど、パッと見じゃ分かんないですよね。これね、まあ、雷水晶って言われるものですね。英語ではまあライトニングクォーツ、はい、要は水晶にね雷が当たってちょっとその痕跡が残ってるっていうね言われてる水晶です。まあ、水晶の楽しみ方っていうのはね、僕もやっぱ動画もう何本も上げてるんでいろいろ話させていただいてるんですけど、まずはやっぱ色で楽しむ、色で楽しむとやっぱ紫だとアメジストとか、黄色だとシトリン、真っ黒だとねこの裏にもありますけどモリオンですよね、はい、あとはね内包物で楽しむ、例えばルチルインクオーツ、ちょっとキンキラの線が入ったねちょっとゴージャスな水晶、あとは水入り水晶なんかは中に気泡と水が入っていて、こう水晶を動かすとポコポコってこう水が動いたりしてちょっと動きを楽しめる水晶だったりとか、それがやっぱ内包物を楽しむ水晶ですね。で今回のはねちょっとまた違うで、こう形を楽しむ水晶ですね。ちょっとこうできた時の環境なんかによってちょっと独自な形を持ってる水晶ですね、はい。ね、まあ、膨大だね自然のエネルギーを感じられるね、ちょっとワイルドな水晶で僕好きなんですけど、ちょっとね実際ね近くで見てもらいたいので、ちょっと GoPro で見てみましょう。わかりますかね、ここのちょっとこう傷が入っているのがね、これがね雷水晶の、ね、痕跡ですね。あの要は稲妻が通った後、稲妻の衝撃による傷、あとはこう稲妻によるこう熱でちょっと溶けてますよね、その傷の部分がね。この辺でもちょっとそうですね。ちょっと他のも見てみましょうか。このね雷に打たれたこう衝撃がねこうくっきりと残ってる、もうこれがねかっこいいですよね。これね、まあ、水晶、これさっきの後こう今近くで見ていただいたんですけど、こうねむき出しの水晶にこう雷ガーンって落ちるのかっていう、こう、まあ、イメージ持つ人がいると思うんですけど、まあそうではないんですよね。やっぱり水晶っていうのはこうガマっていって、こう土の中に埋まってますので、その中でこう雷を受けるんですね。でただやっぱり普通にこう埋まってる中だと直接こう雷が入っていかないですよね。なのでやっぱりこう土壌がやっぱ湿ってる状態とか、まあガマっていうのは大体湿ってるのが多いんですけど、やっぱさらにこう水分量が多い状態だとか、雷できるに当たるってことはやっぱ地表に近い場所だったりとかね、結構やっぱある程度ね条件が揃わないとやっぱこんな綺麗にこう痕跡は残らないんですよね。あまりにもこういっぺんに受けすぎちゃったらやっぱ粉砕してねボロボロになっちゃったりもしますし、こう水晶の形を残ったままこう雷の跡が楽しめるっていう、こういうやっぱり分かる水晶っていうのは希少なんですよね。これ多分動画見ていただいてる人はね、あれと思う人いるかもしれないですけど、僕いつも水晶の命は照りだよっていつも言ってるじゃないですか。ただねこの水晶に限ってはね、やっぱね照りっていうのはねちょっとやっぱありえないんですよね。どうしてもやっぱもう強い雷の衝撃を受けちゃってるので、やっぱ熱がすごい加わるじゃないですか。だからやっぱちょっとねこう白くなっちゃうっていうのと、あとやっぱ衝撃でですねクラックがねやっぱねどの石もねやっぱある程度入ります。ただ逆にこれがね雷水晶の雷を受けた痕跡ではあるんですよね。ではね全部でね14個あるので、こんなね本当一番大きいのとね、これ2キロ超えのとかもあるんですよ。なのでもうちょっとね近くで何点かいろいろ見ていきましょう。ちょっと個性が今それぞれあるのでね、僕なんかこれなんかね結晶がねちゃんと水晶のポイントの結晶がしっかりと残っててね、かっこいいんですよね。あ、ここですね。しかもこれね、ここをポイントの稜線を取ってね、反対側にもねこう流れてるんですよね。だから水晶のなんだろう、この稜線沿ってこう一周こう雷の跡があるようなイメージ、これかっこいいですよね。あとこれなんかはね虹が入ってる、映ってるかな、虹映ってますかね。こんな感じね、さっきもねちょっと話させていただいたんですけど、雷水晶っていうのはすごい衝撃を受けるし、すごい熱を受けちゃうんで、こういうね透明な状態、透明度が高かったり結晶がこんなに綺麗に残ってるっていうのはねすごい珍しいんですよね。この辺ダメージがあるけど、ここもちゃんと雷水晶の雷の衝撃の跡がしっかりと残ってますね。でもこういうのは珍しいです、やっぱり。あとちょっと大きめのやつを見せてもらいたいな。こんちょっとでかくて映んないか。すごい大きいでしょ、これ。綺麗なポイントなんですけど。あ、ここだ。こ
ここなんかにこう雷が通った跡が残ってますね、しっかりとね。かっこいい、めちゃめちゃかっこいいですね。あ、ここもそうだ、ここもさあとこう全部雷が通った跡が。これもこの辺がそうですね。中はすごいクリアだ。あ、この辺なんかは、多分雷の熱でしょうね。本当に高温になることによって、クリストバル石になるって、水晶がね、高温になりすぎてクリストバル石になるってことがあるみたいなんですけど、この辺はちょっとなりかかってるんじゃないかな。いいですね、この辺の。跡がめちゃくちゃかっこいい。たまらないですね。ちょっとね、最近なんかこう水晶の紹介でも、ちょっとマニアックになりすぎちゃってるかなって自分でも反省してたんですけど、ただね、マニアックなね、紹介の方はね、見てくれてる人ね、楽しいみたいでね、マニアならマニアのほとんど突き通しちゃおうかなって最近ちょっとこう、思ってますね。あ、これもこの辺が。あ、これですね。この方全部そうだ、ここの跡が全部そうだ、この深い傷が全部そうだ。こんな感じですね。まあ、最後にね、ちょっとやっぱこの雷水晶ライトニングクリスタルのね、ヒーリングのちょっとお説明もさせていただきたいんですけれども、この石のエネルギーとしてはね、一番はね、こうブレイクスルー効果っていうんですかね、壁を打ち破る、あとは困難をね乗り越えるみたいな、ちょっとこう強い力をね与えてくれる水晶ですよね。だから今からね、ちょっとなんかやらなきゃいけない難題が一つ持ってる人とか、ちょっとね、ほんともうちょっと一段階成長したいんだけど、なんかこううまくいかないなってモヤモヤがある人、そういう人なんかはね、ちょっとこの石をね、こう手にしてもらいたい、家でこう休んでる時なんかでもこう水晶をね握ってこう落ち着いて持ってるだけでね、また一つのね考え方が変わったりとか、ちょっと行動力なんかがね出てくる、そういう水晶ですね。今日ですね、説明させていただいたこのライトニングクォーツはですね、全部ホームページに出させていただきますので、一個一個ね、写真を撮ってホームページに掲載いたします。ちょっと興味ある人はね、綺麗な写真を撮ってね、載せますんで、見てみてください。はい、というわけでですね、今日はですね、ちょっとマニアな水晶、ライトニングクリスタルを紹介させていただきました。なんかね、ご不明な点あれば、まあ、コメントいただいてもいいですし、僕のですね、インスタグラムとかツイッターの方に DM いただいてもいいですし、あとまあもちろんね、お店に来ていただければこれ全部置いてありますので、お店に来ていただいてね、手に取ってさらに詳しい説明ですね、僕から話させていただくのももちろんできますし、はい、なんか分かんないことありましたら、もう気軽に何でもご連絡ください。今日のね、ライトニングクリスタルだけじゃなくてね、もうモリオンに関してとか、浄化に関してとかね、石の扱いに関してとかも何でもお待ちしておりますので、ぜひお気軽にコメントください。皆さんがね、さらなね、もっと上の石マニアに、ね、なっていただければ幸いです。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。